年周期で太陽系を横切る惑星アドニスは今月21日には地球へ最大接近する見込みです。現在世界各地で起こっている異常現象とアドニス接近との間に因果関係はないものと思われ、各国政府は引き続き異常現象の原因究明を急いでいます。らしき星、再び天空に現れし時、怪人ポセイドンの名において太陽の扉は開かれる。ついに時は来た。白き心、天魔の翼もて新たな世界の扉を開く。我らアトランティスの末裔に伝わる伝説だ。我がメイ、ポセイドンよ。怪人ポセイドンの名において太陽の扉を開く。今こそ目覚めよ、我らが太陽神。その手に取るがよい。選ばれし戦士、ヘリオスよ。輝く太陽は我らが手に。じきに全ての条件が揃う。ソルブレイズの力で新たなアトランティスを築くのだ。焼けましたよ。待ちかねたぞえ。ベンゲンたら慌てて食べるから。ごめん、それ水じゃなくてオスだった。お前は俺を殺す気かい。久しぶり、元気だった？マサムネなんかに負けてたまるか。
ほら待て、まだスタートって言っとろ。お前できた。真夏の祭典ツインドームバトル A、B、2つのブロックに分かれて行われるこの戦い、果たしてもう一方のブロックを勝ち上がってくるのは誰なのか。 B ブロックの実況はこのブレーダー剣がお送りするぜ。とにもかくにも最後まで勝ち残らなきゃ話にならない。みんな頑張れ。決勝に進むのはこの俺じゃい。ぶっこるけだけだな。Bブロックの代表はこの角谷正宗様で決まりだぜ。ちょっと僕もいること忘れちゃ困るんだけど。俺もいるがに。アースビルごと共に輝くのは僕です。 Bブロックはこんなんばっかり、こりゃ楽勝だね。いけユニコーン必殺戦に自然の一戦。正宗選手 VS 弁慶選手の一戦は正宗選手の勝利だ。くそ、負けた。どんなもんだ。よし、次は僕の番だ。さて、僕の相手は誰かな。少しは楽しませてくれるといいんだけど。さあ、いよいよ A ブロックは最終試合。果たして A ブロック代表の座を勝ち取るのは。そこだ、ペガセス。あ、悔いな。結局負けちゃった。でもよく頑張ったわよ。銀河も翼も頑張れ。行くぜ、勝負だ翼。来い、ぶっ飛ばせペガセス。必殺宣言ペガセス、ドームエッグエンジャー。あ、悔いな。カウンタースタンス。決まった。 A ブロックの勝者は鋼銀河選手だ。よっしゃー、やったぜ。さすがだな。やったー、すごいよ銀河。さあ、今頃は B ブロックの勝者も決まっているはずだ。注目の対戦相手とご対面といこう。この会場は可動式だ。背中合わせになっていた2つのドームが正面に向き合ったとき、向こうのスタジアムに立っていたものが決勝戦の相手だ。凝ってんな。 B ブロックは正宗かな。
それともユウ、まさかの弁慶ってこともあるかもね。で何が起こったんだ。弁慶、ユウ、マサムネ、みんな大丈夫か。ユウ、お前はヘリオス。ヘリオス、くそ。ユウとのバトルが終わった途端突然乱入してきて、みんなを。何？あとはもうしっちゃかめっちゃか。そんな、まさか一人で。貴様、なんでこんなことをした。目的は何だ。目的、俺のこのソルブレイズが暴れたかっただけだ。ソルブレイズ、お前は少しは手応えがあるんだろうな。言ってくれるじゃねえか、カウントだ。いや、でもこんなことされて黙ってられるか。この俺が正々堂々と蹴りをつけてやる。よし、うまいっても。気をつけろ、キンカ。そいつのメイン、ダダのメインじゃないぞ。分かってる。だがどんな相手だろうと、俺のギャラクシーペガセスが負けるわけないぜ。ペガシス。それではツインドームバトル決勝戦、3、2、1、ゴーシュー。おい、パワーは互角だわ。行け、ペガセス。おっと、いきなりペガセスの猛攻撃。このまま決まるか。だがなんだ、攻め込まれているはずなのに、ヤツのあの余裕は。白き心、天魔の翼持て。新たな世界の扉を開く。何？ペガシスがパワーで押されている。トラックよ、ソルブレイズのトラックに秘密があるんだわ。ソルブレイズはトラックをスライドすることでディフェンスタイプからアタックタイプへの切り替えが可能なんだわ。今まではディフェンスタイプでわざと銀河に攻めさせていたってこと？まるで銀河の力を測るかのようにね。このままじゃまずい。ペガス！行け！ペガス！接近戦から一転、スピードを利用してのアタック。まだだ。もっとお前の力を見せてみろ。なんなの、あのメイン。予測不能な動きを生む炎のような形状のクリアウィールと、角度によって強烈な連打攻撃を可能にするメタルウィール。こんなメイン見たことないわ。お前の力はこの程度か。冗談だね。今度はこっちの番だぜ。必殺天元、天元サーゲイビア。見つけた、求めていた天魔の翼。迎え撃て、ソルブレイズ。うわっ、あ、熱い。
なんだこれは。必殺戦技の体勢に入っていたベガス、これはかわせない。自ら炎の渦に突っ込んでいく。ベガス、灼熱戦技ブレイズエグゼゼス、なんと勝ったのはヘリオス選手だ。ヘリオス選手、銀河選手を破ってツインドームバトル優勝だ。銀河が負けた。負けた。俺がペガス。あ、まだだ。はい、もう一度勝負だ。全力でかかってこい。どうした、やられたままで悔しくないのか。くそ、やってやると言いたいところだが。ペガス、何やってんだ銀河。お前がやらねえってんなら俺がやってやら。お前だけか。何、一人二人は面倒だ。やりたいやつはまとめてこい。なんだと？嫌がったら。なら僕だって。このまま黙って引き下がるわけにはいきません。望み通りやってやるぜ。よさみんな。もう遅いよ。どうしよう。だが、お前らなどに用はない。ユニコーンの。お前もだ。うわ。僕のビルゴ。危ない、ここは逃げるがカニだがに。やめろ、大会は終わったんだ、もういいだろ。終わっただと。俺の戦いは始まったばかりだ。悪意だ。いくらなんでもやりすぎだぞ。なんでそんなことをするんだ。復讐だ。心なき人間に貶められた祖先の無念を晴らすため、今一度この世にアトランティスを復興させるためならば集団は選ばない。アトランティス、アトランティスってまさか一夜にして滅亡したと言われるあの幻の古代文明。鋼銀河と言ったな、覚えておけ。俺が戦いたいのはそのペガシスだけだ。拒めばお前の仲間がどうなるか。やめろって言ってんだろ。それでいい。ペガス。手負いの天魔が相手では意味がない。一刻も早くそいつを直せ。俺たちには時間がないんだ。くそ！あの野郎、このままじゃ絶対に済まさねえからな。敵は銀河ただ一人ってか。生意気な野郎だぜ。ヘリオスだと。ああ、おかげで大会はめちゃくちゃだ。まったく許せないぜ。ヘリオスか、聞いたことがないな。 WBBA の登録はありません。ソルブレイズというベイについても確認できません。けど本当なんだって。復讐だとかアトランティスの復興だとか、とにかくすげえ勢いで。アトランティス、それはまたとんでもない名前が出てきたものだ。え、父さん？銀河、
お前も一夜にして海中に沈み滅んだと言われる幻の古代文明アトランティスの名前くらい聞いたことあるだろう。ああまさかそのアトランティスが現代に蘇ろうとしているのか。仮にそうだとしてどうしてベイの大会に。あのソルブレイズって何なんですか。問題はそこだ。ヒカル君。はい、すぐに調査を始めます。いずれにせよ詳しいことが分かるまでお前は待機だ。いいか、迂闊な行動だけは取るなよ。チェー、てかペガジスが治るまでは行動したくてもできないもんな。どうだペガジスの様子は。かなり深刻ね。ウィールの亀裂はもちろんだけど、見てメタルウィールの表面が溶けかかっているわ。まるで溶鉱炉か何かにでも落とされたみたい。伝説のベイと言われたギャラクシーペガシスか。謎のブレーダーヘリオスにアトランティスか。ああ、おとなしく夏のレジャーを楽しんでればこんなことにならなかったのに。おい窓か。分かってるわよ、ちょっと行ってみただけ。ペガシスの修理は任せといて。お前もこの跳ね返りをなんとかしてくれ。政宗がヘリオスにリベンジしに行くって聞かないんだよ。やられっぱなしで黙ってられるか。今やる、すぐやる、徹底的にやってやらー。この手を離せ後男。何すんだこいつ。大体お前がだらしないからこんなことになるんだ。お前ペガシスに申し訳ねえとは思わないのかよ。お前に言われたかねえぜ。俺だってあれは家くれ帰ってるに決まってんだろ。じゃあなんでとっととリベンジしに行かねえんだ。行きたくても行けねえんだからしょうがねえだろ。本当か、もじけついたんじゃないだろうね。なんだと、もう一遍言ってみろ。あのね、ここは神聖なベイのメンテナンスルームなのよ。喧嘩ならここでやれ。マドカちゃん怖っ。とにかく俺は行くったら行く。勝手にしろ。よし待ってろよヘリオス。けどさ、行くって一体どこへ。俺たちはまだ敵の正体も居場所も何一つ知らんちゅうのに。今は父さんたちの調査を待つしかないな。まどか、ペガシスの修理にはどれくらいかかりそうなんだ。明日までにはなんとかって言いたいところだけど、完璧に仕上げるためには2日は必要ね。2日か。よし、俺も手伝うぜ。どうやら見つけたようだな。はい。残された条件の最後の一つだが、我らの世界を復興させるにはまだパワーが足りない。次こそは天魔の全パワーを引き出し、ソルブレイズのものとするのだ。はっ。すぐに追ってきた甲斐があったな。やろう、あんなすげえアジと思ってやがったのか。ですかプリー、本当にやるつもりかに。足りめえだ。銀河を倒したヘリオスって野郎をぶっ潰せば、一躍この大池飛雄がブレーダーのトップに躍り出ることになる。なに心配するな、俺にとっておきの作戦があるのよ。作戦？まあ任せとけって。ゴーシュー。
面用な危機開会。とてつもない強調が出ておる。近く大きな災いが起こる。世間に広がりつつある異常現象と何か関係があるのじゃろうか。どんぶらかに、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 カニ、カニ。久しぶりだがに、深見龍太郎。カニか。くっそー、くさ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 、くっそー。金河があんな腰抜けだとは思わなかったぜ。こうなりゃ何が何でもあいつを見つけて、俺一人で決着をつけてやな。どこだエリオス、出てきやがれ、勝負だエリオスそんなに奴の居場所が知りたいかに？なんなら俺が教えてやってもいいんだかに？お前らどうするかに？かにに？ソルブレイズ、ヘリオス、奴は一体どうした？やいやいやい、俺をどこまで連れて行こうってんだ。ヘリオスの居場所を知ってるってのは本当に本当なんだろうな。少しは黙っててくれんかに。不吉な兆候に異常現象、そして謎のブレーダーか。してカニよ、この世の邪気を払うが陰陽道に生きる我が定め。我は良いとして、なぜそのヘリオスとやらに敗れたこの者まで連れて行く？だってデスカプリがこのガキは使えるって言うがに。デスカプリ？いや俺はそんなこと言ってないかに。ごちゃごちゃうるせえ。一度負けたくらい何だってんだ。とにかく俺は何が何でもヘリオスのやつにリベンジする。お前らは俺の邪魔にならねえように黙って見てろ。うるさいゆえに汚い。主こそ我の邪魔はせんでくれたも。なんだと。なんじゃ。ああもうここまで来てうちわもめはやめるがに。ん、見つけたがに。さあ、二人とも早く来るがによ。こら、ちょ、待て。バキム様。ちょうどいい餌が向こうから転がり込んできたか。準備はできておるようだな。出番だヘリオスよ、時は迫っている。この者たちを撃ち、天魔の翼をアクロポリスへと導け。我らが祖先の受けた屈辱を忘るべからず、お前の白き心で失われた時を取り戻すのだ。この神殿を希望の光で満たせ。分かっています、バキム様。すべては新たな世界のために。あれどこだここ。あ、ペガス。俺のせいでごめんな。ペガス、もう怪我は大丈夫か？だけど次は任せておけ。お前が治ったら今度こそ俺たち二人できっちりと蹴りをつけてやろうぜ。な、ペガス。どうしたんだペガス。何か言いたいのか。やっとできた。うわー、ペガス、どこに。うわー
もう何寝ぼけてんの？ペガシスなら、ほら、ここよ。ペガス！あ、悪い悪い。俺いつの間にか寝ちゃってたんだな。ひょっとしてもう？うん、修理完了よ。銀河が手伝ってくれたおかげで思ったより早く仕上がったわ。ペガス。よかった。よかったな、ペガシス。銀河はいるか？あ、父さん。遅くなってすまなかった。ようやく調べがついたぞ。え？光くん。はい。アトランティスが伝説の古代文明であることは先日も伝えた通りだ。その繁栄を支えたものはオリハルコンであったと言われている。オリハルコン？それ聞いたことある。神秘の力を秘めてるっていう謎の金属ですよね。ああ、特筆すべきはアトランティスが当時すでにオリハルコンを使って現在のベイブレードのメタルウィールにあたる鋼の羽を開発していたと思われることだ。それってつまり、我々の歴史よりはるか昔からアトランティスの民がベイブレードと同じものを手にしていたということだ。まさか。到着だがに、ここだがに。到着って誰もいねえぞ。ここで間違いないがに。はて、面用な。あ、この地にあのような島があったとは。なんとも禍々しい気に満ちた島よ。ヘリオス、まずい。蚊に疲れていた蚊に。なんという凄まじい気じゃ。そんな昔にベイブレードと同じものが。その話が本当だとすればね。実はな、似たような言い伝えは駒村にもあるんだ。あ、ベイブレードが誕生するはるか以前にベイによく似た神器を操る一族がいた。そのことは駒村の文献にも残っている。気になるのはその一族が。その一族がですね、神器の暴走によって滅んだと記されているんです。それも一夜にして。アトランティスも一夜にして滅亡したと言われているわ。アトランティスで作られたオリハルコンのベイト、駒村に伝わる謎の一族の神器、これがもし同じものを指しているとしたら。アトランティスを一夜にして滅ぼしたのは。オリハルコンのベイ、つまりソルブレイズ。あの、もしかして世界中の異常現象も関係あるのかしら。断言はできない。しかしオリハルコンが危険なことに変わりはない。もしその未知なる力が解放されたら、この地上はどうなるか。でもそれって変よ。ヘリオスはアトランティスを復興させようとしてるんでしょ。なのにどうしてそんな危険なベイを。そうだぜ。それになんでペガシスと戦おうとするんだ。それはまだわからん。こっちも引き続き調査を進めるが、くれぐれも注意するんだぞ。また何か情報が入り次第連絡する。オリハルコンと滅びの伝説。嫌な予感がするぜ。行くぜ、ヘリオス。たとえどんな相手であろうと、パイシーズの作り出す世界から逃れしことかなわぬ。必殺天儀ディストーションドライブ。ディストーションドライブ。ここからは我の時間ぞ。
サーマルパイシーズの妙技とくと味わうがよい。そなたには恨みはないが、これも神のお告げ、悪く思うな。まやかしか。何やってんだあいつら。これでいいがに。そしてこのディストーションドライブが解けた時が最大のチャンスがに。チャンス？ソルブレイズが異空間を破る時、必ず隙が生まれるかに。そこを狙ってお前のバカみたいなパワーで奴をぶっ飛ばしてやるがに。そうか、作戦ってやつか。よくわかんねえけど、俺のバカみたいなパワーでぶっ飛ばしゃいいんだな。タイミングはこっちで教えるがに。そうだ、それでいい。たとえソルブレイズといえど、パイシーズとユニコルノを相手にしてパワーが続くはずがない。ソルブレイズが宙に浮いた瞬間に俺様の必殺天技カプリコーネデスキックアウトでダーンだ。やつもまさかこんなところから狙っているとは思わねえだろう。逃げ場のない空中でカプリコーネの餌食になりやがれ。行けパイシー。気に入らないな。何？お前の神はこんなまやかしで俺を倒せると言ったか。そんなバカな。あの波形のウィールが空気の流れを変えている。このままではディストーションドライブが。まやかしの神などいらない。神がいるとするならば、それはこのソルブレイズだ。今だかに。おお、ユニコルノ。何？ガニ。気に入らん、気に入らんな。貴様も。気づいてたのか。ディスカプリ。まやかし、闇討ち、これが戦士のすることか。貴様らのような奴がいるから、俺たちのアトランティスは。どうしたヘリオス。あ、バキム様。あまり進歩していないようだが。なんかうまくいかなくて。仮初めのベイでは無理もないか。だが今はこれで慣れてもらわねばならん。何、もうすぐだ。え、もうすぐ我らの太陽神がお前の前に姿を現す。僕らの祖先が作った本物のベイですね。本物？そうとも言えるかな。バキム様、どうして僕らの国は滅んでしまったのですか？それはな、醜い人の心のせいだ。醜い人の心？人は時として他人の持つ巨大な力を恐れる。アトランティスはオリハルコンを脅威に感じた他国の者どもの卑劣な騙し討ちに遭い滅んだ。オリハルコンを我が物にしようとする醜い人の欲望、妬み、裏切りが我らから平和な大地を奪ったのだ。そんな、ひどいよ。だが、我らの祖先は未来へ一縷の望みを託した。唯一残された太陽神を神殿に納め、海底深く眠らせた。それがこのソルブレイズだ。太陽神が目覚めた今、貴様らなどにベイを持つ資格はない。この力を持って今こそアトランティスを復興させる。
かだね。まだペガシスの修理終わってないのかな。心配じゃの。おい、悪いけどこいつ手当てしてやってくれよ。他の二人はうまいこと逃げたってのに、手のかかるやつ。マサムネ！って、お前たちはヘリオスに。ひどい。どうしてここまでするんじゃい。見せしめだってよ。見せしめ？銀河、今晩10時までに港に来いってさ。何？ヘリオスからの招待状だ。招待状？どうするつもりじゃい、銀河。どうするもこうするもないぜ。このままおめおめと引き下がるわけにいくか。待ってよ。もしソルブレイズが未知なる力を解放したらどうなるか。だからこそ行くんだ。そんな危険なものをほっとくわけにはいかないぜ。俺が直接乗り込んでいって、あいつらのしようとしていることを止めてやる。ゲンゲ、僕も行くよ。僕も。俺だって行くぞい。ああ、やられっぱなしで黙ってられるか。もう、しょうがないな。大丈夫なのか、マサムネ。楽勝楽勝。あれは、もう迎えだろ。奴らのアジトは海に浮かんでたからな。もうすぐだ。もうすぐ我らの悲願が叶う時が来る。よく来たな、鋼銀河。これでようやく全ての条件が揃った。一つは我らが太陽神ソルブレイズ。太陽神は惑星アドニスの接近に共鳴し蘇る。何だと。世界各地に起こった異常現象は太陽神復活の予兆。予兆？異常現象はそのベイのせいなの？やっぱりオリハルコンの影響なのね。我らは予言に従って古代アトランティスの神殿を見つけ出し、この太陽神を手に入れた。もう一つの条件は太陽神の大いなる力に頼る戦士の存在。アトランティス復興を願うヘリオスの純粋な白き心だ。白き心だ、よく言うぜ。そして最後の条件は、お前の持つ天魔の翼、ペガシスの。我々アトランティスの末裔には古より伝わる伝説がある。白き心天魔の翼持て、新たな世界の扉を開くと。太陽神を覚醒させ、この世に今一度アトランティスの世界を築くには、どうしてもお前の持つペガシスが、天魔の翼が必要なんだ。伝説を信じるのは勝手だがな、こんなことやっても願いは叶わねえぞ。何？太陽神を覚醒させることがアトランティスを復興させるどころか世界を滅ぼすかもしれないんだ。オリハルコンは危険なのよ。復活の予兆だけで各地に異常現象が起こっている。それが何を意味していると思うの？意味？まだわかんねえのか。アトランティスを滅ぼしたのはオリハルコンで作られたそのベイの力かもしれないっつってんだよ。たわごと。何を証拠にそんなことが言える？それはまだ調査中だけど。我らが守り神がどうしてアトランティスを滅ぼさねばならぬ。ヘリオス！はっ。アトランティスの伝説は絶対だ。惑わされてはならぬ。はい、バキム様。ヘリオス！アトランティスは貴様らの祖先の裏切りによって滅んだんだ。それをよりによって
太陽神のせいなどと。さあ恋金が天魔の力を俺によこせ。この分からせや、こいつらに何言っても無駄だぜ。でもここで戦うと何が起きるか。だったら今度こそ俺が決めてやる。やめろ、お前そんな体で。何度も見逃してやったというのに。それがどうした。めぇ、こっち行け。サクタリオ、リブラ。ブレイズ、エグゼキューション。サクタリオ、ブレイズ、リブラ。燃やせ、燃やし尽くせ。浸るべきアトランティスの世界に偽りのベイはいらない。やめて、やめてよ、もうやめて。お前が戦いたいのは俺なんだろう。だったらこれ以上みんなには手を出すな。そうだ、それでいい。全力のお前を倒したとき、ソルブレイズは真の力を得る。本気のお前でなければ意味がない。お前、まさかそのために。俺を本気にさせるためだけに。お前はそれがどうした。アトランティスが滅ばなければ誕生さえしなかったかもしれない偽りのベイ。我らの祖先が作りし真なるベイ復活の生贄として何が悪い。許せねえ。真なるベイだかなんだか知らねえが、俺たちには俺たちの歴史が、大切なベイ魂があるんだ。そうまで言うならケリをつけてやるぜ。ダメよ戦っちゃ。相手はペガシスの力を利用しようとしてるんだから。だから勝ちゃいいんだろ。あんな奴には絶対負けねえ。そっちがアトランティスの太陽神なら、こっちは駒村が生んだ伝説のベイ、ギャラクシー・ペガシスだ。熟したか。行くぜ、ヘリオス。来い、銀河。ゴーシャン。行け、ペガセス。調子だ、ソルブレイズ。モードチェンジした。なんだこれ、死刑。これくらいで負けてたまるか。そう来なくてはな。同じじゃねえ。ソルブレイ
を知った以上、俺は絶対に負けるわけにはいかないんだ。俺たちの世界は俺たちの手で守ってみせる。こんな炎をお前の翼で吹き飛ばしてくれ。一撃じゃ決まらないか。一度はやられたあの技を破るとは、なかなかやるな。お前こそな。なぜアトランティスの伝説が天魔の翼を求めたか分かった気がする。今の時代にも俺の認める戦士はいたようだ。ヘリオス。だが、だからこそはっきりさせてやる。今度こそお前を倒し、オリハルコンのベイがお前たちのベイに取って代わる。それこそが我が復讐、アトランティス復興の証。上等だぜ。だから、俺たちは俺たちのベイ魂、培ってきた絆にかけて負けやしない。世界中の仲間たちのためにも絶対に勝ってみせるぜ。次の一撃が勝負。空がさっきより荒れてる。覚醒しようとするソルブレイズのせいで異常現象が拡大してるんだわ。負けないで、ギンガ。このままじゃ私たちの世界もアトランティスの二の舞になっちゃう。ソルブレイズを止めて。さあ行け、ヘリオスよ。灼熱天にブレイズエグゼキューション。これが俺とペガティスの戦力だ。必殺体験ギャラクシーノーバガネ銀河、力の限り戦い敗れたことに悔いはない。だが、これでアトランティス復興の夢は。ヘリオスよ。バキム様、申し訳ありません。よくやった。は見よ、今こそ新たな世界の扉は開く。バトルの勝ち負けなど元より問題ではない。何？勝ち負けは問題じゃないって。ソルブレイズはオリハルコンの力を増幅するためのブースターに過ぎぬ。天魔と太陽神が全力で激突した時、オリハルコンはエネルギーで満たされた。そのエネルギーでアドニスを引き寄せ、この地球へと落下させるのが我が目的。何だと？そんなことをしたら地球は。
解なくして想像なし。アトランティス亡き後に栄えし文明などは所詮まやかし、全てを滅ぼした後、我らの手によって再び地上にアトランティスの文明を築き上げる。まやかしの世界などアドニスと共に塵となって消え去るがいい。ハキム様まともじゃねえ。そうだよ、大体惑星なんか落としたらあなたたちだって一緒に滅んじゃうわよ。滅ぶものか。このアクロポリスはいかなる衝撃にも耐えうるシェルターとなっておる。シェルター？そう、この船はアドニス衝突により荒廃した大地に新たな世界を築くための箱舟なのだ。そのためにこんな巨大な船を。世界の王たる我はまやかしの文明が滅ぶ様を遠く遥か空の上から見届けるとしよう。誰が王よ。自分だけ高みの見物を決め込むつもりかい。エリオス、お前も共に来るがよい。待ってください、バキム様。アトランティスの復興は我らの悲願ですが、俺は決して今のこの世界を滅ぼすことなど望んではいません。ヘリオス、これは我らが祖先を滅ぼした者たちへの復讐だ。それはしかし、そんなことをしては我々もかつてアトランティスを滅ぼした連中と同じになってしまいます。それが本当に太陽神の示す未来なのですか。ヘリオス、お前答えてください、バキム様。太陽神の示す未来か。バキム様。ならばヘリオスよ、その太陽神が我らの祖先を滅ぼしたと言ったらどうする。そやつらの言っていたことは本当だ。かつて繁栄を極めたアトランティスはさらなる発展を求めてオリハルコンの力を増大させすぎた。その結果、オリハルコンの暴走によって引き起こされた天変地異に飲まれ、アトランティスは沈んだのだ。それではアトランティスが今の世界を築いた者たちの裏切りによって滅んだというのは。オリハルコンの力を最大に引き出すためにはアトランティス復興を純粋に願う白き心が必要だった。そういうことだ。バカだ。それじゃあ俺が今まで信じてきたことは。そうか、夢で見たペガシスはこのことを伝えようとしてたんだ。ヘリオスと戦っても何も解決なんてしない、それどころか最悪な事態になってしまうってことを。それなのに俺は。何が復讐だ、何がアトランティスの復興だ。悪いのは全部お前らじゃい。何とでも言うがいい。すでに滅亡へのカウントダウンは始まった。貴様らはそこで滅びの瞬間を待つがいい。こら。中の惑星アドニスは突如コースを変え地球に衝突する可能性が非常に高まりました。それに呼応するかのように各地の異常現象は激しさを増しています。ライフラインが遮断され人々に重大な影響が出ているのですが、これもオリハルコンのせいなのか。ついに恐れていたことが現実になったか。はい。どけ、邪魔するな。ゴーシュー！何？
を逃がすな。シャトルを奪い取るんだ。シャトルを？ペガシスの力でアドニスを引き寄せたのなら、その逆だって可能なはずだ。そうか、俺が宇宙に行ってペガシスでアドニスをぶっ飛ばせばいいんだな。え、ぶっ飛ばすって面白え。ぶちかましてこい、ギンガ。ちょっとシャトルのコントロールはこっちで握る。さあ、早く。ここは俺たちに任せるんじゃ。行って、ギンガ。悪い、頼んだぞ、みんな。天魔の翼だけでは無理だ。俺も行く。おい、こうなってしまったのも俺の責任だ。アドニスの地球衝突だけは何としても防ぐ。俺たちのベイが呼び寄せちまったんなら、俺たちで防がなきゃな。一緒に行こうぜ。ああ、おい、逃がすな。そうはさせるもんか。リブラ、ラストジャッジメント、よし、急ぐ。へぇ、どんなもんだい。まだか。シャトルのコントロールを確保する。手伝ってくれ。うん。待て。邪魔だては許さんぞ、貴様ら。そのシャトルは俺たちがもらうぜ。バキム様、もうこんなバカなことはおやめください。エリオス、貴様この我を、アトランティスを裏切るつもりか。俺を騙し利用してきたのはあなたじゃないか。何を今さら。そうだな、おかげで我らの悲願は叶えられようとしている。今さらどうあがこうと無駄なこと。じきにアドニスによってこの世界は滅びるのだ。無駄なことなんてあるもんか。絶対に止めてみせる。ゴーシュー。うわっ、なんだ。我が名はドラグポセイド、古代アトランティスの守り神たる怪人の宿りしベイド。ここから先へは一歩たりとも通さぬ。今はこんな奴とバトってる時間はねえってのに。やるしかないってのか。こうしている間にもアドニスは地球に向かっているぞ。もはやどうあがこうと手遅れだ。大丈夫か、ギンガ。そこまでだ。世界が滅びる前に二人揃って奈落の底へ落ちるがいい。ヘリオス、手を離せ。バカを言うな。このままじゃ二人ともやられる。頼む、お前が世界を救ってくれ。何言ってる、諦めるな。何？あれはレオーネ。何してやがる、さっさと行け、ギンガ。今日はジジイ、てめえの相手はこの俺だ。己こそ邪魔だてするか。迷惑なんだよ、てめえは。ギンガ、お前はとっとと後始末をしてきやがれ。すまない、キョウヤ。待て！おい、開けろ！開けるんだ！急いでくれ、いつまでもは持たない。待って、あと少しでプログラム完了よ。あとは、銀河たちがシャトルに乗り込めば。行け、レオネ！怪人ポセイドンの化身たる我がベイゴ、そんな風などに負けるものか。打ち砕け、ポセイドン！
様など人のみにしてくれるわ。海の木図となれ。叫んな。行け。レオネ。してんじゃねえ。てめえの相手はこの俺だ。必殺戦技。何？獅子爆風激烈だ。ああ、バカな。本当にあんなものを打ち砕くことができんのか。だがやるしかねえ。頼むぜペガス。銀河、もっと違う出会い方をしていればお前とはいい仲間になれたかもしれないが。何言ってんだ、俺たちはもう仲間だろ。だから二人であいつをぶっ飛ばそうぜ。お前のソルブレイズと俺のペガスでみんなの世界を守るんだ。白き心、天魔の翼持て。そうか、アトランティスの伝説が示していたのはお前のことだったのか。よし、やろう、銀河。おお、行くぜ。3、2、1、ゴーシー。なのか。やったー！やったー！世界が元気！
残念だったな。お前らの野望もここまでだ。抱いたままでさあ走り出せ。